皆さん、こんにちは。リンクサイエンスの川上です。インターネット上に様々な情報が溢れる情報化社会の今、情報の信憑性や質を見極める必要が高まっていることを皆さんもひしひしと感じられていることでしょう。ミスインフォメーションやディスインフォメーションという新語が情報システム工学の分野でも重要なキーワードになっているので、皆さんはもうご存知とは思いますが、ミスインフォメーションとは、害を意図せずに作成された誤解を招く情報を指し、ディスインフォメーションとは、利益を得るため、害を引き起こすため、または政治的、関連形態的な目標を推進するために、故意に広められる誤った情報や誤導的な情報を指します。このような背景の中で、論文はもちろん、プレゼンテーション、報告書、ビジネス文書、メール、ニュースレター、また YouTube 動画やブログなど、あらゆる情報を取り扱うコンテンツにおいて、情報源を明示することの重要性が叫ばれています。情報源を明示することにより、皆さんのコンテンツに興味を持った読者が、自身でその情報源を探して、直接その情報の信憑性や質について、より包括的、客観的に評価できるため、これは読者への配慮の一環でもあります。つまり、情報源を明示するだけで、そのコンテンツの透明性が高く、公平であるという好印象を与えることができるのです。これは自明の理ですが、どの情報の質も同じではなく、コンテンツの質は情報源の質とよく言われるように、厳選された質の高い情報源をもとに作成されたコンテンツの質や信憑性はおのずと高くなります。情報源はその質と信憑性により、一次情報源、二次情報源、三次情報源に分類されます。一次情報源は特定のトピックに関連する直接的なデータを分析し、研究結果として提供するもので、学術誌に掲載された研究論文、英語ではジャーナルに掲載されたジャーナルアーティクルがそれにあたります。それ以外には特許も一次情報源になります。二次情報源は一次情報源をまとめたもので、創設論文、英語ではレビューアーティクルや教科書、などがそれにあたります。三次情報源は、百科事典や辞書、初心者向けの教科書、ブログ、新聞など、一次情報源と二次情報源の情報をまとめ上げ、トピックの概要や一次的な知見を幅広い読者を対象に提供するものを指します。どんなコンテンツを作成するにあたっても、皆さんが着目している情報源が、この分類のどこに位置づけられるかを考慮して注意深く選択する必要があります。一般的に最新の一次情報源を中心に作成されたコンテンツが最も質や信憑性が高いと評価されます。つまり、皆さんが論文を書くときはもちろん、レポート課題や卒業研究などに取り組まれるときも、最新の一次情報源を中心に情報源を選んだ方が良いということです。突然ですが、これは何次情報源にあたるでしょうか？そう、これは一次情報源。英語ではプライマリーソースです。この文献の情報は APA スタイルという文献情報のスタイルを使って記載しています。分野またはジャーナルにより多くの情報源の記載方法のスタイルがありますが、アメリカン・サイコロジカル・アソシエーション、アメリカ心理学会が考案した APA スタイルが最も一般的でよく使われる情報源の記載方法です。特に情報システム工学、コンピューター科学、電気工学、心理学、看護学、社会科学では APA スタイルがよく使われます。
もっと APA スタイルについて知りたい方は、図書館に行けば最新版の APA 第7番スタイルのマニュアルが手に入ると思いますので、こちらをご参照ください。APA スタイルとともによく聞く表現として、引用する。英語では cite という言葉があります。引用するとは、他者の言葉や文章を自分のコンテンツの中に違う言葉で引っ張ってきて用いることを言います。そして、引用元を明示するとは、どの情報源から引っ張ってきた情報なのかをはっきりさせるということです。例えば、このミスインフォーメーションの定義は、このピッコラらの言葉を引用したものです。こちらのディスインフォーメーションの定義は、フリーロンとウェルズの言葉を引用したものです。それでは、研究トピックが見つからないの動画で紹介した論文分析表の一番上の文献情報を再スペースから拾い、APA スタイルで記載する方法をデモンストレーションでこれからお見せします。この方法がわかれば、論文はもちろん、あらゆるコンテンツを作成する際に情報源を明示する基本的な方法がわかります。それでは PDF にチェックを入れ、Open Access Top Tier Papers More Filters は Year は Last 3 Years にチェックを入れます。More Filters Publication Type は Journal Article で Apply。Create a Column は Study Type を入れて Create。そしたら、サイトのマークをクリックして、APA にチェックが入っていることを確認して、コピーテクスト。それから、論文分析表の文献情報へ貼り付けます。でも、サイスペースの APA は完璧じゃないので、論文のタイトルをコピーします。そして、Google スカラーへ行き、ペーストするとまた文献情報が出てくるのでまたサイトをクリックします。そして APA を選びコピーします。そして今度はまた論文分析前のサイスペースのサイテーションは消して Google スカラーを貼り付けます。元の文献へ行き、今度は DOI 番号のリンクを探して、リンクをコピー。貼り付けます。そして全部を選び、12ポイントにして、タイムズ・ニューローマンにすると完璧になります。ではいかがでしょうか。皆さんご視聴ありがとうございました。必要性を感じた時だけですが、時々このような動画を作成しアップロードしますので、ご興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また役に立ったと思っていただけた方はいいねボタンを押していただけると励みになります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。